日本26世人は、1597年2月5日、豊臣秀吉の命令によって、長崎で貼り付けの刑に処された26人のカトリック信者。日本で、キリスト教の信仰を理由に最高権力者の指令による処刑が行われたのは、これが初めてであった。この出来事を26世人の殉教というが、西洋諸国では、聖パウロ・ミキと仲間たちとも呼ばれる。26人は後に、カトリック教会によって、聖人の列に加えられたため、彼らは日本26聖人と呼ばれることになった。カトリック典礼上の記念日は2月5日である。豊臣秀吉は、1587年7月25日に、キリシタン禁教令を発布した。秀吉が禁教令を出した理由には諸説あるが、秀吉は国内の政治と宗教のつながりを恐れていたため、特に九州征伐の時にキリシタン大名が同じ信仰の絆で強く結ばれているのを見て、キリシタンに対する警戒心が危機感へと発展していったとされる。そして、その当時、キリシタン大名やキリシタンによって寺社が焼き払われたり、僧侶が迫害されたり、逆に仏教を厚く信仰する大名の下では、キリシタンが迫害されたりする事件が相次いでいた。さらに、ポルトガル商人によって、日本人が奴隷として海外に売られている事例が発覚した。ただし、秀吉は南蛮貿易の実利を重視していたため、この時点では大規模な迫害は行われなかった。黙認という形ではあったが、宣教師たちは日本で活動を続けることができたし、キリシタンとなった日本人が公に帰郷を迫られることはなかった。しかし、1596年10月のサンフェリペ号事件をきっかけに、秀吉はイエズス会の後に来日したフランシスコ会の活発な宣教活動が禁教令に対して挑発的であると考え、京都奉行の石田三成に命じて、京都に住むフランシスコ会員とキリスト教徒全員を捕縛して処刑するよう命じた。三成は捕縛名簿からイエスと高山右近の名を除外することはできたが、パウロ・ミキを含む他の信者の除外は果たせなかった。大阪と京都でフランシスコ会員7名と信徒14名、イエズス会関係者3名の合計24名が捕縛された。ちなみに、26聖人のうち、フランシスコ会会員とされているのは、スペインのアルカンタラのペテロが改革を起こした、アルカンタラ派の会員たちであった。24名は、京都、堀川通り一条戻り橋で、左の耳たぶを切り落とされて、市中引き回しとなった。1597年1月10日、長崎で処刑せよという命令を受けて一行は、大阪を出発、歩いて、長崎へ向かうことになった。また、道中でイエズス会員の世話をするよう依頼され付き添っていたペトロ・ジョシローと同じようにフランシスコ会員の世話をしていた伊勢の大工フランシスコ吉も捕縛された。二人はキリスト教徒として己の信仰のために命を捧げることを拒絶しなかった。厳冬期の旅を終えて長崎に到着した一行を見た責任者の寺沢貞三郎は、一行の中にわずか12歳の少年ルドビコ・茨城がいるのを見て哀れに思い、キリシタンの教えを捨てれば、お前の命を助けてやると、ルドビコに持ちかけたが、ルドビコは、束の間の命と永遠の命を取り替えることはできない、と言い、毅然として、寺沢の申し出を断った。ディエゴ奇才と後藤のヨハネは、国会を聞くためにやってきたイエズス会員、フランシスコ・パシオ神父の前で誓願を立て、イエズス会入会を許可された。26人が通常の刑場でなく、長崎の西坂の丘の上で処刑されることが決まると、一行はそこへ連行された。処刑当日の2月5日、長崎市内では混乱を避けるために外出禁止令が出されていたにもかかわらず、4000人を超える群衆が、西坂の丘に集まってきていた。パウロ・ミキは死を目前にして、十字架の上から群衆に向かって、自らの信仰の正しさを語った。群衆が見守る中、一行が槍で両脇を刺し貫かれて絶命したのは午前10時頃であった。処刑終了後、彼らの遺骸は多くの人々の手で分けられ、日本で最初の殉教者の遺骸として世界各地に送られて崇敬を受けた。これはローマカトリック教会において殉教者の遺骸や遺物を尊ぶ伝統があったためである。日本26聖人は近世においては日本よりもヨーロッパにおいてよく知られていたが、それはルイス・フロイスなどの宣教師たちの報告書によるところが大きい。1862年6月8日、ローマ教皇ピウス9世によって列聖され、聖人の列に加えられた。列聖100年を記念して、西坂の丘に、日本26聖人記念館と彫刻家の船越康武による記念碑、昇天の祈りが建てられた。カトリック教会における日本26聖人殉教者の祝日は2月5日である。26人のうち、日本人は20名、スペイン人が4名、メキシコ人、ポルトガル人がそれぞれ1名であり、すべて男性であった。26人の処刑を描いた1862年の版画長崎のフランシスコ会員の殉教。ありがとうございます。